さて今回のディープロックギャラクティックサバイバーはこのね新マップのバイオムマサリーでエンジニアを使ってあの小型爆弾をねサイズミックリパルサー、まあ、衝撃波のやつで近寄ることができなくすればねそんだけでも終わりじゃないかと勝てるんじゃないかなということでサイズミックリパルサーと、まあ、炎とかタレットとか置いてまあ鬱陶しいね防御力上げる敵もいるのでもう逃げるだけで勝つというそんなビルドを作ろうかなと。さあここまず回復がありまして1個だけかな。ここも抜けないとまずいな。お飛んで取れるよ。ここはでまあまあとりあえずここ取って爆発は最初そんな来ないんでね2回目で取れば全然間に合うかな。まあ数的には少ないですからこいつです。問題痛い痛い痛い。いや結構来るわ1個目でちょっと欲しかったですかね。貫通いいか。よし、OK。ナイツを燃やすにはビーム範囲が必要だね。しっかり死んでっているか。木とか邪魔なんでまず取っといて。かっこよくしちゃおう。あ、プラズマ。プラズマ採掘が最高ですよ。まあ、とりあえずプラズマかな。貫通型と違う形になっちゃいますね、こうするとね。炎ね、反らない気ではないんですけど。優先度そんな高くないですね。まだ、まだね。マグネット。マグネットの位置ちょっと気になるな。もう取ってった方がいいレベルですよね。取ってちょゴーレと向かっていこう。今そんな死なないと思うんでここでサイズミックリパルサーこの衝撃波であの爆発を止める。サイズミックリパルサーついてくるようにしたいですね。た方がいいかな。まあ、手形これ取っとくか。あとどっちがいい？採掘。ついてくるじゃないんだよね。採掘にしよう。
置いて焼いてほしいから、なんなら逃げていくくらいの心意気で行ってほしいな。離れていく、置き方でも間違いないですね。まあこれはこれだな。よし、さあまあサイズミックリパルスはリロードです。上げていくのはとりあえずダメージとかいらないんで、あ、こういうのもいきましょう。ダメージあんまいらないんだよね。サイズついていいの来ましたね。あ、いいね、なんかいい感じ。この辺置いといて、まあとりあえずレベル上げよう。サイズミックリパルサーはダメージで倒すとか狙ってるわけじゃないから別に。なんか壁を破壊するに振ってますけど、別に破壊したいとかはないですね。なんなら破壊スローつきすぎて、あの回復する場所潰しちゃうんでね。炎はついてきてほしくないけど、取らないと取らないとでね、選択肢削れないからなっていうところで。まあこれ圧倒できれば回復そもそもいらないから、それはそれで OK かな。置いて飛び回る回収範囲とかあるね。サイクさんもいらなそう。ふいそんな飛べるんだね。まあまだダメか、痛いといて。でまあ基本こう後ろから来る感じだと思うんですけど、スバタとかね、スバタとかいいんじゃないかなっていう。シンプルに後ろからのやつなんで、後ろにしか打たない武器なんでね。じゃあ、あの小型爆弾スバタ簡単説ちょっと、まあ、今回の場合サイズのクリパルサーですけど、2点でいけるんじゃないかなと。あいつはスルーさせて長い時間この炎タレットが展開することで、まあ燃えてもらって死んでもらってって感じかな。でもステータス効果ダメージが防御力ね効かないんであれば突破できますから。これ割っちゃうんだよなこれ多分邪魔なんでしょう。一応割らないように離れますけど、サイズミックリプラスはついてくるようにしたいね。そこまで板上げないと。これも置いて飛んで、痛い痛い痛い。まだダメだ、やばいやばい。サイズミックもっともっとリロードいかないと。で炎のタレットは、射程をねひたすら伸ばす。あとなんだっけ、何がいいかな。スウォームグレード上からぶん投げるかデッキのやついいかなって思うんですけど、これ上からぶん投げます。理由はないです。上からぶん投げたい気分なんで。飛びながら使える武器、まあこれ置きさえすればね飛びながら使えると思うんですよ。その設置物に関してまあ置いてますから。上から置けんじゃないの、これ置けるでしょ別に。飛んでてもほら置ける置ける。銃とかは撃っても当たんなさそう。わかんないですけどね。当たるかもしんないですけど。置くのはもう下なんでね。間違いないですから。
ちょっとずつ移動せよ。ちょっとずつ燃えて、ちょっとずつ死んでいくね。これでここちょっとスライドして、あんまり燃えないか、燃えないかというか上げれてないか。生殺効果ダメージもそうですし、これ以上はきついかな。やばいやばい、早すぎた。貫通微妙よね。これ一応いっとくか1個しかないですけど。あいつをやれねえな、大変ですね。近づいて止めて、さあめっちゃ撃て。伸ばせ伸ばせ。いやまだ倒せないね。よし伸ばせ伸ばせ。だでしょう。回復しながら、おお、なくなっちゃった。やばいやばい。これ回復しましょうか69かあればいいですけど、ないと怖すぎる。よし、こうぶん投げながらね、私は飛びます。一応回復しておきましょう。あ、いいね、持続時間結構取ったんでね、大丈夫でしょうかね。回収範囲がね、ちょっと足りんかな。さあ、よくわかんない木とかも全部破壊してくれると思うね。サイズミックリパルサリロードもそうですけど、とりあえずレベル上げて。危ない危ない。35。ここはもうお手置いときゃやってくれるでしょ。ウィン。ジャンプパッド持ってほしいな。やばい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 、絶対壊れられ、わあ、まあそこの人たちで終わりだね。あ、まだあるまだある、あっち行かない方がいいかな。さあ飛びながら何でもできるビルドで、飛んで飛んで繰り返して、ナイトラがね
下にあるのかな、ナイトラガルどころか乗っ取ってないわ。いた、当たるんだあれやばいやばい、自分の掘る速度がそんな速くないから。迎撃態勢、よし倒して、ナイトラあった。いや壊れる壊れる、絶対壊れる。よし分断しろ。私が間に立って分断していく。これもいいね、これも。右に敵の群れ、左にこいつ。取った方がいいか。ちょっと上げますか。回復は無力化されてます。回復系取った方がいいかな。アーティファクトで。ね、取れたらなと。これ、ひたすら飛びながらやったらこれ上がるんじゃない？それもありっちゃりか。その変なことのためだけに使わないようにとこ。下か。経験値下げますね。あんまダメージ欲しくないけど。もらっといて、よし、あー強いね、やっぱ接地物ですよ時代は。あとついてくるこれです。まずこれ、ここのダメージか、まあ、あげようか。リロンをちょっとロックしといて、あ、OK、ロックしといて、ちょっと上げます。集中的に一旦上げます。お求めのとこですから、さあ回復の時は近づかないようにできる限りして、レベルアップ回復とか、パンとか取ってベースの回復とか上げよう。サイズブックルパルスは遅いな。もう早くして。ちょっと。私をほっかを囲んでほしいね。危ね。足ちょっと早くした方がいいか。足なのかな、掘るのではない。逃げるところで。何の音？ああ割れてんじゃん。大丈夫じゃなかった。ちょっと近づいちゃったなって思ったけど、そんな近づいてなかったよね。自分の画面には入ってなかったんですけど、まああの連射でプラズマだと当たるのかな。敵いなきゃは撃つもんな、勝手に。これ採掘どうにかしてほしいですよね。難しいよね、でもね。とはいえだよな。採掘上げる、採掘武器基本強いんで、アンチ的なとこでっていう風ならまあ理解できるよね。このマップ自体がそれやったら回復できないぞみたいな。
ある種脅しですけど、あいつがまあああやって塞いでくれてれば、まあ、そう来れんのかな爆弾は。まあでも採掘でオープンな環境になるからね。あ、もう飛びばいいね、飛びば。私はジャンプで輝けますから。でここでどう固めてみたら近寄れない？まあ、なかなか近寄れないか。角っこにあえてとどまってるパターンね。こう走ってる状況が一番きついね。右なんもない。まあこれか。よいしょ。経験値か。散らばりすぎて。で、まあ、経験値多少取れないのもしょうがないとして、ここねフィニッシュいきますか。まあなくてもいいか、倒せるわ。よし、ある程度無効化できてます。あの鬱陶しいね防御マンを5にしてね、5初めてやりますけど、難易度でいうと苦じゃないですもんね。次あの爆発小僧をねぶっ潰す。あいつもやっぱ速さ、サイズミックリパルサに次氷をつけることによってあいつを止めようか。掘るのちょっと早くしたいよね。これが最後かな。あ、よし、音速とついてくるでいいか。あー、それでいいや。なんかでしょう。あ、いいね。絶対足んないね、イトラ。あ、ボスと早っ。いやー、楽しすぎて。このステージだけなんか30ステージ来ないから、30ウェーブ、30ラウンド。飛びながら投げれるかちゃんと見たいな。ちょ、次。ここ。いや、投げてるっぽいか。わかんないや。あー、待って、回復。なくなっちゃったな、多分。なくなっちゃったね、もうこれね。まあ、食らなきゃいいか。回復がもうあんま自分の髪に入ることなく消えていくんだけど、縛りプレイみたいになってるんですけど、回復見えない縛り、近づいたら間違いなく消えるんで離れてますけど、それすらダメらしい。まあ卵焼くためだけのやつ1個あんじゃん、そこに。わあ、これは回したいな。でもいいや、リロード。これレベルアップ次回これ取ります。で回復量、まあレベルアップなんでね、
しないといけないんですけど、回復もう一箇所ないかな。まあでも体力高い時に回復入ってもしょうがないんだよね。これ無敵ゾーン作るにはさっきいたよね。もうこれ3体潰したいんでちょうどいいや。まあ持続時間かな。シュートすぎるぞいつ。あ、ここ始まっちゃうね。大丈夫か。めっちゃ卵攻撃してない。あ、時間かな。まあ、ついにですね、飛びながらねやればいけるんですよ。ボス戦の時にいかにジャンプ台があるかどうかですね。ここまあ当たんそのまま当たんないですけど、あの防御を近づいて止めるか、まあ、これ取っちゃいましょう。このあっこれ止めつつ、またバゲットとは上がんないと思いますが、いやーマジ楽倒せるかねとまだ微妙ですけど、この辺がジャンプ台が多いか。余裕すぎるわ。危なげはないね。圧倒はしてないけど、よし、アーマー上げたいわけじゃないんですけど特にないんで、何もクリティカルあるもんね。クリティカルダメージ上げていけば、ちょっといただいて、これ近づけるのかな。まあわかん、近づけてなさそうだよ。
I'm gonna go with this. Nope. Try again. 効力。I'm raring to try this out. Surely next time will be better. 持続時間。21分21秒。めちゃくちゃ長いです。これも12秒。This one suits me best. Let's shake it up. ダメージはね、いらないですね。Need it. I want another go.さあこっからまあ1段階上がりますから強さがどんなもいけるんだいっていうところですね。こっちの火力の軸はまあ一応タレットであるので、あの LMG タレットね、クタイズミクリパルサーはいい環境を作っていく。このタレットはまあ射程がもっと伸びればなっていうところありつつ、でまあ、この2つがね動かない、ついてこない以上、基本的にはね、まあ、貫通か、こっちか、7、まああげようか。まあどう近づけないかで、あのドローン爆弾に関してはもうリロード上げるのやめようかな。あんまりやりすぎるとまたねおかしくなると思うんで、ダメージで全然良さそうですかね。HP アップアップになっちゃうな。ちょっとなんか回そう。これちょっと行ってみよう。リローが欲しいとこであるので、ここへ向かう。まあまあそれしかないときは取るしかないね。いや倒せねジャンプ台がないね、うちの軌道のすべてであるジャンプ台が。はい、かかるけど、ちょっともう通りがけでいこう、これは。なくなっちゃう、なくなっちゃう。秒後で、秒後でなくなっちゃうね。移動中がちょっと課題かな。ジャンプ台がもっとないとね、ジャンプ台をベースに考えてるんで、これさ、こうやってったらさ止まってはいるあれ来ちゃうけど、これでさ敵近寄れないんだよで止まってはいると、入りました、無敵ゾーン。これ撃たれてもあんま当たんないと思うんで、よし、不死身大作戦です今のが。うーん、クリティカル 70%。 いやー今取ろう、 HP 出るでしょう、出るとしないナイトラがなんか足りないですけど、1回回したとしても少ないかな。結構ロックしたと思うんですけど、あでもこれだけか、リロードね。あに全然ですね。
体力よし、やっといてよかった。あーまあ60、まあ100とかまでってそんなにだったんで、いや、おっこれこれ絶対欲しい。 HP ちょっと取っときましょう。まあこんなレベルアップで出ると思うんでね。あーここのダメージも欲しいけどな。ナイトラがちゃんと取らないと、さっきちょっと詰まったんでね、角行きすぎて。任して任して拾わないといけないんですけどね、ちゃんとね。結構範囲広がったんで取れる。LMG の火力はもう1段階上げないと厳しいな。まあ、近寄りはしないね。抜けるタイミングをちゃんと見ないと。よし、呼吸ビーコンね。スキャナーってか欲しかったね。お、ナイス。新しいところで止まって全然ですね、アーチバクト。全然出てないっすよね。あんま近寄らないように。この網だ。いいだ。そういう感じなんだね。周りのやつから潰してってああなるんだ。いい勉強になりましたよ。このマップで動けないやつやってジャンプ台のとこでこれ置きまくれば結構持つんじゃないかな。できるんかな。まあもう行くしかないか。持続時間が長いんでめちゃくちゃありますね。ダメージかな、これ無理か。19、ちょっと諦めようか。No way! A legendary! Nope! Try again! You don't see these every day! This is the smart pick! I'm feeling lucky! いいね。I always waste my money on cosmetics. これはないね。タレット増やしたいわけでもないから、回収で。ああ、やばいことになっちゃう。それはまずいな。リロードね、LMG のとこで欲しくてしょうがないんですけど、まあ、リパルさんもいらないね、間違いなく。これ以上はもう出しても。
機動力ね、高めに。この辺が怖いかな。角っこ行っちゃうんですよね。角っこともこういう端側ね。止まってる止まってる。回復だ回復。イエロー、出せ出せ出せ。まあ取るか。回帰すれば大丈夫。よしよしよし。お、まだあんじゃん。まあでしょうね。そうでしょう。さあ。ちょっと強すぎないことがちょっと問題だね。倒せないこともなく。いやーこれはこっちかな。今さらナイトラ見つけたってみたいな。あとまあ1面あるから一応入れるか。もう太鼓欲しかったね。ああちょっとしまった、終わっちゃった。もうやめとこうね。多すぎる時間が。もう一生いるんかってくらいいるんで。物理じゃないしな。リロードやっちゃダメだね。まあもういいでしょう。一応やっとこうか。進化だけさせたいね。お、まあ連射か。リロードちょっと欲しいな。これも欲しい。ああ、オッケーですね、じゃあね。これ取っとくか。さあ、ちょっと。挙動的にも取れない能力もあるね。爆速でちょっと漁らしてもらって。いや難しいか。ジャンプ台の上にただ立ってるだけっていうのをねやってみたいんですけど、あのノックバックちょっと足んなくない。ノックバック先でもう一回当たりそうでしたけど。
後ろにナイトラが落ちたとして果たして取りに行けるのか。ほら、まだ。ちょっと重いっすね。レベル上がってくれ。よし、待て待て、全然エリートいないけど、これかな。最低 HP も上がりますから、パーセントで 10% 上がってるかな、これで。どこまでできるかな。ナメプジャンプマン。近づけない敵は。私はほぼ空中にいる。炎のビームが通っていく。あれボス戦でやってみたいな。落下点に打ち込まれなければそう簡単に当たんないよね。ダメージならいいかな。貫通ね、いらないかな別に。いろいろ、いや、さっきまでも押し込められすぎて重くなってたよね。まあ突き取っても何もないと思うけど、わあ、まあでもいらなかったね結局。行きましょう。佐藤一体お宝のやつをね見つけたいんですけど、ここ割と居やすいでしょ。あと一体ね、ドローンめ、まあ、時間リロードそんな早めてないつもりなんですけど、もう絶対壊れるかなと。いや、講師に来てるわけじゃないです、別に。講師に来てるわけじゃないんですけど、気づいたら。下から行っても壊れるかもしれないよね。あ、でも普通にあれだ、壊れるわ。こうだ、いや、壊すつもりはないんです。
今のに関しては本当に。未来か。ナイトラ別に何もしてないですからね。あ、さあちょっとまあね、見ますか。こちらね、見てください、掘るの。ほら、かなり範囲広いですよね。2倍、まあ 1.5 倍くらいあるんじゃないかな。まあ、採掘がかなりね、しやすくなります。っていうやつだね。ドリラーとかでは結構掘れそう。いないか。これ新しいやつ、ね、運とかこういうなんか補助系がね増えた感じやかな主に。うい、食らうわ。あんまできないね。クリアはねしないといけないですから。飛んだあいつを止める。よし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 、おお、あぶねえ。よーいね。落下点に来るパターンもあるか、飛び方によっては。制御はねできますけど、ある程度。飛んでたら終わりました。あー、ついたのか。サイズミックリパルサーならあの爆弾止められる説は全然いけましたね。あんまりは気にならなかった。まあ、動いてるときは自分の周りにあって初めて機能する感じなんで、まあ、ちょっと難しいですけどね。移動が早いと。さあ、ハザード5クリア。まあまあ、タレットでしょうと。炎はまた違うとこで。まあ、この炎が一応名目的にはね、燃やすことであの盾のやつを削っていってくれると。まあ、こいつ貫通、プラズマになってるんで、奥にいるあの止まってるやつに当たることは基本的にないですからね。で、サイズミックルブスターついてくるんで、まあ、これがね、まあ、止まってる時に、あの小型爆弾、普通に止まってたらもうどんどん来るんで死にますけど、サイズミックリプラスターがあれば止められると。で、まぁ、ちょっとね、最後のやつなんでもよかったんで、飛びながら投げれそうな武器を、とにかく持ってみまして、飛びながら使えると。まぁ、これ飛びながら全部使いますね。飛んでる足元に置きながら、投げながらやっていくと。ジャンプ台を駆使する、楽しい楽しい、敵に対策もできてるビルドでしたね。